明日、つながりマップの演習をやります。で、老健教 2CA、2CB でやって、その前、実践リーダー研修でやってますけども、いかにコンパクトにやるかということをいろいろ工夫しまして、まあ、ラフターマビではもう朝礼がありますね。朝礼で毎回こう細切れで、レクチャーをして、で、まあ、手順も言っときますので、まあ、3355集まられた方から、まあ、つながりマップを作っていくというところであります。で、一応3段階の演習があって、つながりマップを作ります。そのマップの中で、自分が、まあ、専門職、職業人として、あるいは社会人、人間として成長を感じたという瞬間を、まあ、その人と人とのつながりの中で、どうだったかというのを振り返っていただく。で、簡潔にキーワードで書いていただくと。で、最後に、介護現場で、人が成長するためにはこれが必要という持論をですね、ポストイットに太いマジックで書いて、全員の、フリップに貼り出して終わりと。で、まあ、その前に、貼り出して終わりの前に、一応この3点セットをグループの中で1人2分ぐらいで発表していただくと。で、まあ、今回は新人のお二人が隅田さんと、もう一人誰だっけ、上田さん、二人にスポットが当たってますので、この二人は参加した全員の前で発表していただくということになっております。もう書いてきていただいてもいいですか。で、つながりマップについてはですね、まあ、キャリアコンピテンシーとか、ギャラップ社の912と言いますの中にありますように、まあ、自分がですね、自分らしいキャリアを切り開いていくためには、こういう考え方や行動した方がいいよという中に、ネットワーク行動というのがあって、常に自分の仕事、あるいは仕事以外でも新しいネットワーク作りを取り組んでいるかどうかとか、自分のネットワークを構成する個々人がどんなニーズを持っているかを把握して、それに応えようとしている、そのネットワークの中で自分の役割を果たそうとしていると。から自分の問題意識や考えを社内外のキーパーソンに共有してもらうように、このキーパーソンは誰かというふうなことがあります。で、新人であるほど職場の中でね、1年間、とてもお世話になったとか、いろいろ教えてもらったとかね、プリセプター以外にもいるかもしれません。プリセプターは当たり前ですけどね。で、912の中にそのようなことがあります。この1週間で良い仕事をしたと、褒められたり認められたり、ポジティブなフィードバックを受けたというふうな人がいましたかとか、ちゃんと自分が一人の人間として、毎日毎日仕事に元気に来ているということに対してこう気にかけてくれているという人がいますかとかね、自分の成長を後押ししてくれてる、時には厳しいことも言ってくれると。厳しいことも言ってもふてくされないのは、それなりの人間関係ができているということですからね。そういう関係、この人にはちゃんと厳しいことを言ってもちゃんと受け止めれるよというふうな関係づくりができているかどうかですね。から職場の同僚は責任を持って一生懸命仕事をしているか、自分の周りを見渡した時に、あ、この人みたいな、先輩みたいな、プロにですね、何年か後にはなりたいなというふうに自分のモデルになるような方が周りにいるかどうか、最高の友達がいますからね、精神面で心理的なサポート、悩み事も聞いてくれたりとかね、そういう友達ができましたかとか、成長について話し合ったというありますか、人事効果どうでしたか、そういう話を、まあ、新人については特にこの辺が表現された方がいいと思います。で、ベテランの方は特に職場の中、法人の中、いろいろありますね、法人の中、これ瀬野君 の見本ですけども、で、これはまあ見本用にみんなに見えるように書いてますけども、一応 A さんの紙に、ボールペンで書いていただきます。で、できるだけちっちゃく書いてですね、余白はたくさん作っとくと、私これ2010年に作ったんですけども、
毎年 見直して少しずつ加えていったりしてますけども、いっぱいになるとまたゼロから書き直さないといけないんですけども、まあ、そういうふうに、最初何年に作っていつ書き加えたとかね、そういう履歴を書いていくというのはとても大事なことですね。自分のネットワークが広がってるか、それともこの辺が切れてしまってるかね、私なんか今切れてるのは岡山老人ケア研というグループがあります。若手の介護職が中心にやってます、井出さんとか。でここはちょっと今活動がですねどうなってるのかなって、ちょっと途切れ気味とかですね、逆に広がってるのはここのボランティアのグループとかね、広がってます。ミュージカルの関係とか、精神障害者の地域活動とか、そういうふうに、一覧できるようにですね、自分の人と人とのつながりが一覧できるように書いておくと。でかつこれを、定期的に見直すと、施設の研修で見直すのはこの時期です。ですからもう あるという方はそれを持ってきていただいて皆さんにプレゼンするということでも結構です。そういう形で、つながりマップを一度は皆さん書いてみましょうというのを、金曜日、明日かな、明日の6時ごろからやり始めて7時10分には終わる予定にしています。でまあ外で、研修やりますので、固有名詞が出せないとかね、瀬野くんの悪友の TONYSK 分からんわけ自分で分かっとけばいいわけね、自分で分かっとけばいい、はい、まあ職場内のつながりはよく分かりますけどね。あとまあ親族の関係もいろいろあると思いますね。まあお父さんお母さんに兄弟が多いとね、結構親族ネットワークってのあるかも分かります。他外で仕事を持ってる、役割を持ってるところはね、いろいろネットつながりがある。であとまあもう一つ新人の方特に重要なのはですね、ここの施設に入って、利用者あるいは利用者のご家族からとても強い影響を受けたというかね、印象に残るというふうな利用者がいたと思います。例えば住田さん、1年振り返って一番このインパクトの強かった利用者の名前を下の名前で言ってください。下の名前ですね。急に問われても急に問われてどんな方とか言います。笑顔が素敵な〇〇さんね、笑顔が素敵な〇〇さんっていう方がよというふうに、高齢者の介護に携わってて、自分もですね、まあまあ若いからそんなことない、自分の祖父母もいると思いますけども、あこういう年の取り方がしたいなというのは自分、まあ、まあ60近くになると思うんですけども、まあそういう高齢者の利用者の名前とかね、家族とかにも書いておいていただくと、そういうつながりの中で、ああ自分は例えば認知症の、BPSD について、自分なりの対応、あこのケースを通じて対応がうまくなったとかね、そういうことが振り返りができますので、そのうち忘れて通り過ぎてしまいますけども、まあ、ぜひそういう利用者の名前とかもね、自分に分かるように書いておいていただいたらいいと思います。瀬野区の地域の C さんって、あ、先生で、はい、あ、いない、大丈夫、はい、利用者の名前とかね、佐々木さんだったら忘れられない利用者がいるわな、いろいろとね、指折り数えて。で私も渋 G とか言うんや、渋 G ね、渋 G、渋 G のおかげでね、この仕事に携わってることはとてももうその人の命に関わってるんだということを真剣に考えて今日があるのが瀬野さんですのでね、渋 G の事件から一皮むけましたよね。あ渋 G の事件、これ C さんじゃないよ、 C さん、あ、それで千田さんですね、あ、千田さんね、はい、千田さん、はいはい、ああそうですね、はい、まあいろいろ課題はありますけども、いろいろ刺激を与えていただけるね、
方が地域にいるということはありがたいことです。はい、ということで、つながりマップの演習を明日6時からやります。まあ、集まった人は A さんの白紙が用意されてますので、パッパが書いていっていただくという演習になります。以上です。はい、何かありますか？